今日正午ごろ、菊川市で空き家一棟を全焼する火事がありました。怪我人はいませんでした。警察と消防によりますと、今日正午ごろ、菊川市東横路で木造の平屋が燃えている、屋根から2メートルほど火が上がって黒い煙が出ていると通行人から消防に通報がありました。火は住宅を全焼したほか、住宅の周辺の木を燃やすなどし、およそ2時間半後に消し止められました。燃えた住宅には人は住んでおらず無人の状態で、火事によるけが人もいませんでした。警察と消防で火が出た原因を調べています。